か、皆さんこんばんは。毎週月曜日、石井みつ子の部屋からお送りしております。石井みつ子の公開チェックの時間でございます。お待たせしました。たくさんもうすでにコメントをいただいておりますけれども、今日のゲストはもうお釣りになってらっしゃいますか、わかりますけれども、歴史研究家でいらっしゃいます、評論家でもいらっしゃいます。特に皇室についてのご著書が多いということで大変有名ですが、実際は徳島文理大学の教授でもいらっしゃるんですよね。はいはい、それと、はい、国士舘大学の客員教授とやらせていただいております。八幡和夫先生においでに なっていただきました。ようこそおいでいただきました。しま、先生、今日のテーマなんですけれどもね、はいはい、秋篠宮様のご長女、眞子様と、はいはい、方が正式婚約が延期になってますよね。で、まあ、本当にいろんなところでいろんなこと言われているこの小室圭さんという方をめぐる報道がすごくたくさんっていうか、量も多いし、続いているというか継続が長いですよね、ずっと言われていると。その一方で、その小泉内閣の時でしたよね、有識者会議以来、その男子皇族の不足というのが話題になって、はいはい、将来どうなるのかという皇位継承について、はい、女性天皇、うん、あるいは女系天皇、はい、これを認めるかって、容認っていうらしいですが、はい、認めるか認めないかということで、はい、密接にこのね、絡んでくる皇族の問題、やっぱり天皇の継承の問題ということについて、徹底的にお聞きするということで、はい、タイトルがついておりましてですね、小室圭さんが摂政に摂政にって言ってハテナマークがついてるんですけどね、摂政にと政治研究家八幡和夫教授が明かす、はい、女系天皇論の大問題というタイトルですけど、大問題なんですか。はい、大問題なんですか、やっぱり。はい、これはですね、もう問題はちょっと一つや二つじゃないんだけれども、ね、まあ、摂政にということについて言いますとね、確かに小室圭さんが、はい、天皇になるということは、まあ、これはないわけです。ただですね、小室圭さんの子供が天皇になるということは、もし女系天皇というものを認めた場合にはあり得るわけです。はい、そして、今のですね、皇室全般を見ると、皇后陛下とか、はい、それから、まあ、要するに妃殿下は、摂政になることがあり得るわけです。摂政というのは、昔で言うと藤原道長とかね、ああいうあれですが、要するに天皇の代理ですね。そうですね。で、それをだから大正天皇の、末期のご病気だったんで、昭和天皇が交代し、摂政宮っていう、まあ、宮、摂政の宮っていうね、はい、これになっておられたんだけれども、まあ、まあ、まさに、天皇の代理で、天皇の権限は全部できます。で、これは、だから皇后陛下だって、だってなれるわけですよ。そうですよね。だから、順番が決まってるんですけど、皇室典範の中に皇后陛下だとか皇太子妃だとか、あるいは上皇陛下のそのっていうか、まあ、だから美智子上皇后とか、みんな一応資格があるわけですよ。ですから、仮にですね、今のその妃殿下と同じ扱いに小室圭さんをしたとするならば、はい、何になれるかっていうと、二つ大問題なのは、もしかすると天皇の父親という立場になるかもしれない。はい、で、それからもう一つの問題は、摂政になるかもしれない。実情の天皇ですね。これ、そういうものすごい問題なんですよと。だから、眞子ちゃんが好きだから、いやないと言うんで、まあ、完全に皇室と外へ行ってくれればいいんだけれども、皇位継承問題、そして、その女性の宮家、一言で言うと、結婚後も眞子さんをその皇族のまま残そうという話にすると、そういう問題まで生じる。今先生がおっしゃったように、眞子さまと結婚してずっと皇族のままに残そうというのが問題で、はい、ご結婚してどこかにお行きになってしまえば問題ではないか。はい、もう全く皇位継承も関係ないし、はい、皇室とは関係ない人ということになってくれるなら、まあ、それはもう最後はもうお好きなようにということなんだけど、ということなんですけれども、じゃあそうなると、
愛子様っていうのは本当ならば、はい、彼女がお嬢さんだけど男の子だったら問題ないけれども今これは、ね、あのもしこういうことなんですが、ね、うん、はい、要するにあのもう今の皇室典範というものを適用すると、はい、あの仮に今の陛下があの前の陛下と同じの85歳に、うん、なられた時に退位されると仮にしますね、はい、だそうすると皇嗣殿下たる今の秋篠宮殿下がなってまた85歳で辞められるとすると5年間天皇されて悠仁さまになるわけです、うん、でもしかするとそれはその時には5年間立てっていうのはもうやめにしようよと、はい、直接にしようかっていう議論が出るかもしれません、うん、だから今のお話聞いてるとなんか問題ないみたいな、ところが、はい、ところがまあもちろんその、はい、2つの問題があって、はい、1つはあの悠仁殿下の後がつながるかどうかわからない、それからもう一つの問題は、まあ、不測の事態が起きたときにどうするのかという問題ももちろんあります。で、そうするとですね、まあ、仮にその不測の事態が起きたらどうなるかというと、その時に愛子さまが独身であれば、愛子さまが天皇になるということに、つまり、悠仁さまが天皇になる前に亡くなられたとかね、いうことですよ。で、その場合には愛子さまが独身ならばなられるし、それからさっき言った女性宮家っていうか結婚した後もその女性御子族のままにいるということになったら、まあ、そうなるんでしょう。ちなみに言っておくと愛子さまを天皇にっていうことを言う人を言うんだけれども実務的にはほとんどいないんですね。なんでかっていうと、うん、悠仁様をもうやんが本来将来の天皇なんだけどこれをやめてしまって、うん、その愛子様ということを言う人はいるけれども、はい、もうすでにですね14歳にもなられて、はい、帝王教育を受けておられる、はい、その悠仁様を押しのけてっていうのは現実の問題としてあんまり言う人いない、うん、となると悠仁様の後が続かなかった時にどうするかで、だから愛子様、眞子様、それから佳子様はそのまま皇族にとどまってもらってその結婚する相手も皇族にしようじゃないかっていうのが女性宮家なんです。なるほどね、先々のことをずっと心配してるわけですね。で、そのもちろんその悠仁様の方が愛子様より先に死んじゃったということだったらばですね、まあ、これはだから愛子様になるんだけど、うん、今度は普通には年の順にね、ですよね。で、そうすると、ね、で考えるとその、まあ、悠仁様はには、まあ、天皇になられた。で、それで悠仁様に子供がいないとなるとどうなるかというと、その女性宮家を認めてた場合には、うん、愛子様の方ではなしに眞子様のその お子様が継いでいくということになるわけです。あ、なるほどね。で、そうするとその先言ったようなそうですね。で、まあ、場合によってはその今度は悠仁様よりも愛子様の方が眞子様の方が長生きされると、うん、眞子様が天皇になって、うん、天皇の夫、つまりイギリスのフィリップ殿下ね、この間亡くなられたあの立場に小室さんがなると、うん、なるこういうことにもなるし、うんうん、で今度はいやそれは年の順で、悠仁様の方が長生きし、愛子様よりも、うん、その長生きされたらですね、その場合はその眞子様のとこと小室さんの子供が天皇になって、でその時に仮に小室さんが長生きをしてたら、その摂政かなんかにね、そのお父さんである小室さんがなるということも大いにあり得ると、うん、お聞きになってる方頭の中が非常に回転を早くしないとお分かりにならないかもしれませんけれども、要するにあの方とあの方がご一緒になってこの方がお亡くなりになった場合とか、あの方とご結婚されたところに の息子さんができなかった場合は、その場合を考えてこの方とこの方が結婚しているところに子供が男の子だった場合はっていうように考えているから問題になってきてるんですね。そうなんです。今何でしたっけ、まあ、小室圭さんがね、はい、別に、うん、女性見分けて作っといてもいいんじゃないというほど単純な問題ではない。ではないということなんですね。そういうことです。うん、でもその小室圭さんという方がさっき先生の、はい、八幡先生の話だと、うん、まあ、結婚好きなら結婚して出てってください と、うん、
まあ、ね、まあそう簡単じゃないですよっていうのはなぜかというと、うん、はい、結婚したとしてもね、今の黒田そのさやこさんね、あのさやさんね、さやさんね、もうあの伊勢神宮のね、いろいろお仕事をしたりして、うん、やっぱり皇族の、この準皇族みたいな形でいろんなことをされてるし、あの黒田さんもね、あの旦那さんの方もね、あの東京都庁に勤めておられますけども、はい、宮中にも出入りされてるわけです。で、まあじゃあそれに小室さんがふさわしいかということになってね、じゃあまあ小室さんがね、じゃあなんでふさわしくないのかというとね、まあそれはね、やっぱり、400万のことなんかどうでもいいんですよ。大した話じゃないんですよ。大した話じゃないと。ただやっぱりこれまでのことから言ってね、分不相の贅沢をされて、ちゃんとした仕事へ就こうというふうな努力をあんまりされてなくって、でそれから、まあ、例えば今度今言っておられる大学でも、その眞子さまのフィアンセであると言って奨学金を獲得したのではないかと、まあ、そういうね、あの皇室をその利用されるところがあるんじゃないかと、まあ、さらにね、まあ、あのあれだけどそのお父さんとね、おばあさん、おじいさん、おばあさんが1年間に連続自殺されてると。で、まあ、そのことを誰だでとにかく言うべきでないのかもしれないけど、どういうご事情だったんだろうなということはね、やっぱりちょっと気になりますよね。まあ、あのそういう方が世の中にいない方もたくさんいらっしゃるけれども、まあ、その方が何も皇族の中の一員にならなくても他にいてもいいんじゃないかっていう、まあ、というよりはいい方ですよね。なんかやっぱり非常に、うん、あの なんかそんな変なことじゃないんだけれども、うんうん、大変、まあ、追い詰めてね、行かれるような、うん、まあ、自殺っていうのはね、やっぱりなんか誰かがなんかやっぱ追い込んでいったっていう可能性もあるわけだから、だからそういうのはね、はい、あの一応どういうご事情だったんでしょうかというのは、うん、私ははっきりしなきゃおかしいと思います。まあ、ふさわしいとかふさわしくないとかという基準の中にちょっと外れたものがあるんじゃないかということで、まあ、先生今日はですね、うん、山田先生、女系と女帝という、はいはいはい、何言ってた私、女系と女性ですね、はいはいはい、女帝じゃなくて女系と女性っていうのはすごく分かりにくい、うん、分かりにくいと、同じことだと思ってる人もいるということで、はいはいはい、まあ、学問的にちょっとさらっと説明。いや、まあ、あの単純で、これまで天皇になった女性の場合には全員が男系なわけです。つまりあの天皇であるとか、それは皇族の男性の娘だったわけです。それからもしかしたら結婚をされ、結婚されてないか、少なくとも天皇になるときは独身である。でだから一つはその、まあ、まあ言えば何とか系の人間であるということで言うと、まあ、天皇系の人間であると、これが確保されているということと、それからやっぱりね、この何の理屈を言おうとも、その女王様あるいは女性の皇帝のその夫っていうのはものすごく厄介なんです。それは世界の歴史の中で戦争とかそういうふうなものの、に何回もなってきたんで、まあ心配だなと、っていうのと、もうそれよりももっと大きいのは、要するに、なんで、天皇を決っていうか、まあ、皇室がね、日本にとって大事かっていうと、私は、要するに日本というのは、まあ、大体4世紀に統一されたと言われてるわけですが、その時から、統一と独立というものを一回も取り入れることなく維持してきたわけです。最初の天皇からですね、まあ、最初の天皇は、まあ、統一してませんからね、また神武天皇は。ただ日本国家という形になったのは、うん、まあ、やっぱりその4世紀に全国を統一した時ですね、うん、でその時から一回も交代してない、う
でそれからしかもそのいや一回もその分裂してない分裂をしてないでそれでなんで分裂せずに済んだのかというとそのてっぺんにその世襲の、まあ、要するに皇室というか天皇家の、うん、その流れがあった帝がずっと上にいて、そう、それが全部男性で男系だったと。で、そうすると、うん、結局、まあ、レジティマシー、正当性、正当の党っていうのは統一の党ですけどね、うん、正当。まあ、なんでこの人が天皇なのかという理屈は、うん、その、伝統のに従った順序でなってるから、正当なんですね。で、原則を変えるっていうことになると、これは非常に一つの危ない危機を、まあ、招いてしまうわけですね、うん。なんでこの人だっていう論争になるから。まあ、先ほど小室さんの時もありましたけれども、いろいろこのふさわしい、ふさわしくないとかというようなこともありますけれども、うんうんうん、天皇に何かあった時、うん、ご崩御っていうんですか、うんうん、なった時にですね、まあ、その皇后が、うん天皇になるというのはこれは女性天皇ということであったけれど、うんうん、女系天皇というと、うん、そのそうではないんですね、うん、そうですね、そうではないどこかで、女性が天皇になった後ずっとその天皇その女性と結婚された方の間の子供が天皇になっていくわけですね、うんうん、だからまさに眞子さんが小室さんと結婚したら、うん、眞子さんと小室さんの間に生まれた男の子が男の男であろうが、うん、女の子であろうが、うん、天皇になって、まあ、それは小室家の人ですよねと、うんうん、でだからその自由にね、そんなことができるんなら従来やっぱりその平の清盛であろうが、うん、徳川家であろうが、うん自分の娘をその送り込んだ皇室に送り込んだことはあったけれども自分で特化で自分でその徳川家の人間をその天皇にしようというのはしなかったと。でそれが今度は実現してしまう。そうなるとそのある程度野心を持ってねその自分の子孫をで天皇家をずっと続けて今後というふうな人だって出てくる。で実はねその女系天皇を認めてもいいじゃないかっていうふうな話を小泉内閣の頃にやってた時に、はい、女系天皇を認めてもいいという人はそんな変な男出てくるはずがないとみんな言ってた。それもまた確率が随分楽観的ですね。我々は言ってて、うん、で、そしたらやっぱり、こういうのが出てきたらどうするという絵に描いたようなのが出てきたと思う。で、だから、要するに一番、こういうのが心配だとみんな言ってた通りのことが起こってしまった。いや今でそれをね、ですから面白いのはね、だからこれはね、天の声だとかいう人もいるんですけど、まあそれはともかくとしてね、それはわからないんだけれども、私はね、絶対いかなる場合においても女系はダメとまでは言ってないんです。だから割に男系派、派と派とか言われてるんだけど。でもここになんか愛子様は、うん、パパが天皇なんだから愛子様は男系になるねって書いてある。愛子様自身はね。で愛子さんはだから例えば非常に極端なことを言うとね、うん、いやだから今全員男の皇室の男子が誰もいなくなったら、その時にね、今独身でおられる女性のその愛子様であれ眞子様であれ天皇になってもらうというのは、これはもう皇室典範は改正しなきゃいかんのですが、はい、まあこれは別に誰も意味がないわけです。ただそれの子供だからまさに眞子様はいいけど眞子様の子供というと小室家だよねと。なるほどね。だからそのずっと独身でいらっしゃって死ぬまで天皇で独身でっていうようなそれをまた女性にしてみれば、いやまあこれまでもそういう方おられるし、ね、だから今おられるねその皇室の女性っていうのが今そういう意味で言うと6人おられるから
そのうち誰か独身でおられるかもしれませんよ。だけど、やっぱりそれはその臨時のショートリリーフに過ぎないんで、やっぱりそれは悠仁さまの伝統が言って、まだまず愛子さまか悠仁さまかっていうと、それはやっぱり悠仁さまでしょうと。で、大体そもそも言えば、まあ悠仁さまはもう小さい頃からね、紀子さまっていうのは教育ママとして非常に無責教育ママ でそれで、まあ、その悠仁さまの教育はものすごく一生懸命されてて、ね、悠仁さまって今15歳になろうとしてるでしょ。そうです、今度高校です、ね、とっととって変ですけれども、いやもう、いやそれはもう、ね、できないんですか。いやいや、もう子供の時からね、それはもういろんな沖縄連れて行ったり、あるいはいろんな神武天皇の御陵を連れて行ったりね、もういろんなもう素晴らしい教育してる、ね、で天皇してましてね、教育していると。で、まあ、だから教育ママとしての今のところね、それはね、分かりませんよ、これからそういう思春期とかあるから。だけれども今のところ非常に順調なんです。で、それに対してね、愛子さまについて言うと、もともとその将来天皇にしようというふうなことで、教育されてるわけじゃないわけですよね。むしろ非常に自由にね、普通のその女の子として教育をしたいという感じで来られたわけですよ。で、だからそこもね、もうで、ある日突然、悠仁さまに、あなたもういいよと言うのと。で、だから、だから例えば世論調査で、その女系天皇はどうだ、あるいは愛子さまを天皇にというのはどうだっていうと、うん、割にポジティブな意見が多いんだけど、そこのところは悠仁さまに変えてということは、これまで誰も実は世論調査した人がいない。いないですね。あえてしないんですよ。悠仁さまに変えてと。あえてしないと、そういう世論調査をあえてみんなしてないね、うん、でそれはで実際言うと政界の政治の世界とかそういうところだし、あるいは皇室の周りの人もその悠仁さまの後が続かなかったらどうしようというのはいろんな意見があるけれども、うん、悠仁さまに変えて愛子さまと言ってる人は私はいないと思いますね。その天皇陛下という方が、近所天皇がいらしたら、皇太子という、うんうん、そのポジションがありますね、そこにいる人が皇太子のポジションが今ない。まあまあまあ、だから、これよくあることで、だから、まあ、皇太子に変わるポジションが、うん、まあ、秋篠宮殿下なわけですね。ただ5歳しか年が離れてない。離れてないですか。もうそう、うん、だからこれは、ね、今はまだ議論する話じゃないけれども、うん、これで、例えばあと20年とかしてくるとね、果たして秋篠宮殿下に、まあ、年齢通り行った場合ね、例えば私は分かりやすく言えば、85歳で前の陛下が退位されたから、今度また85歳で今の陛下も仮に退位されるとすると、うん、そうするとその時に秋篠宮殿下は80歳になる。ね、まあ、ね、そうそう、まあ、どんだけ人生100年と言ってもですね。はい、で、それで、はい、いや、まあまあ、退位されるということでいきましょう。前提でね。ね、亡くなられるということではなしに、うんうん、はい、で。そうするとね、5年間だけ、秋篠宮殿下にやってもらうのか、それとも直接した人様に行くのか、これ議論出てくると思います。うん、なるほど、ね。で、ね、それはもう今日は山田和夫大先生に、歴史研究家の山田和夫先生に、教授にお聞きしてますけれども、その年齢ということもありますし、うん、5歳しか違わないんだったら、そこまた皇太子っていうのも。で、それはね、実はね、ベルギーで、その前の前のボードワンさんっていう国王が子供がいなかったんで、でそれで弟のアルベールさんか孫のフィリップさんかどっちにするかっていうのは大議論があって、で長い間フィリップさんにも直接やるっていうことで準備が進んでたんです。ところがボード、ね、はい、飛ばして、でところがボードワンさんが割に予想外に早く亡くなったんです。でそれで
そのフィリップさんはまだ結婚もしてなかったんです、うん、でそれでこれやっぱりまずいんじゃないかっていうん でその弟のアルベールさんが、うん、やっぱり俺が やるということ で急遽王になられたとかいう例もあって、それが一番分かりやすい例なんですね。でだから、うん、その今の陛下の罪が秋篠宮殿下なのか悠仁殿下なのか、これはその時になって見ないと分からないと思うんですね、うんうん、しょうがないですそれは、うん、だけど片方ではもうあの愛子さまはそのご結婚される、まあ、普通に考えると結婚されるだから、じゃあそしたら悠仁様にあの男の子いなかったらどうするか、悠仁様がまあ大体今でも結婚されるか、まあされるでしょう、そうと思いますけどね。いや、これ誰も来ないというか、まあそれでね、うんされなかった時にどうするかっていう時にね、はい、いろんな準備をしといた方がいいと。でそのいろんな準備っていうのがその旧宮家と言われてるね、はい、その昭和22年に宮家で亡くなった方々のところから取るのか、まあ、それとも、いやその愛子さんや眞子さんの子孫を取るのか、あそれから あるし、それからまあ中にはね、そのいやその、まあ、眞子さんはどうか知らんけれども愛子さんやね、その佳子さまにそういう旧宮家とか何かの人と結婚してもらったらどうだとか、私はあまり賛成でないけど、そういう人もいるし、でもそれしかないんじゃないですか、やんごとなき人で、まあ、ただ、うん、そんなこと言わなくたって、うん、その旧宮家の中にね、はい、11夜って今そのあるんだけれども、そのうち4つの宮家は明治天皇ないし昭和天皇の子孫なんですね。でだからそうで、だからそれだったら別に確かにその今の陛下の子孫じゃないけれし、前の陛下の子孫じゃないけれども、例えば昭和天皇の娘がの子孫で宮家だってあるわけだし、それから、まあ、これは東国家ですね。でそれから明治天皇の娘の子孫で、島津さん、いやいや、それは、ね、それ違う、明治天皇の、うん、その皇女の子孫ということについて言うと、うん、北白川家、うん、それから朝霞家、うん、それから武田家、あ、武田さんって人いますね、はいはい、ね、でこれは明治天皇の子孫で、かつ男子男系なわけですよ。そうですね。でだから別に割に近いところの、ね、方もおられるんだから、そういう方を、もう準備しといた方がいいんじゃないか。準備っていうのはどういうことかっていうと、まあ、私は具体、まあ、いろんな人の案があるけれども、私の案はどうかっていうと、その、まあ、今大体大学生ぐらいの、で、割に本人の気持ちも、そういうことやっていいっていう方を、その、皇族に戻したらどうかと。で、そして、それから、でもそれは大体ほぼ、悠仁様の同年代の方でいいんじゃないかと。でそうすると実は悠仁様が85歳になるって2091年なんですよ。でそれまでは大丈夫なんですよ。で私は全然関係ない話ですね。だからその時には、はい、その要するにこれからその三宅に戻ったと言われるその明治天皇や昭和天皇の子孫の方の中からの、ま、だから子供、つまりもう生まれながらの皇族っていうものがここでできてくるんだから、うん、それでいいんじゃないかと、まあ、いろいろな工夫を重ねて取っておいて、万が一の場合に用意しておいてということで、はい、あの人呼び戻そうとかこの人呼び戻そうとか、はい、武田さんという方お会いしたことありますけど、まあ、それはまあでも、まあ、テレビにあった出たらいいかもしれない。彼は文系ですから、ね、なんだけど、そのもし大事なのは仮に眞子さまとね、佳子さまと、はい、愛子さまの子孫にもうやれば安心じゃないかって、これ絶対違うのは、うん、わずかその悠仁様を含めて4人だけのね、 4人しかいない、その前の上皇陛下の、ま、お孫さんが男女問わずといっても何世代か後に続いてるかどうかわからないじゃないですか。でその時に100年後に誰もその平成の陛下の子孫はいなくなりましたけど、どうしましょうと言ってまた探しましょうは無理でしょうと、はい、だからそれで言うと
かなり広い範囲が、その皇位継承ができるようにしといて、まあ、私はだから全面的に女系もいよいよ困ったらしょうがないよねと思ってますけども、まあ原則は旧宮家を中心にいろんなことを考えていた方がいいんじゃないのと。あの八幡先生が最初にね、そのずっと保ってきたこの統一と、はいはい、分裂してこなかったというその天皇の家系ですよね、日本における。これはとても大事なことなんだとおっしゃいましたよね。これを守っていくためにも、この昔私が中野大江の王子と大津の王子ですか、なんかそんなのでもものすごく歴史を振り返ると、どの男の子が継ぐかっていうことで相当揉めた歴史があったのに、今は人材不足というようなね、どうしましょうっていうふうになってるって、それは、ね、ここまで少子化になっちゃったと。それもあるんですけどね、でも幕末もね、ほとんど途絶えかかったんで、そういうことあったんですか。それでその時にはどうするっていうのはね、はい、だから伏見宮家からか、伏見宮家っていうのは今言ってる旧宮家の子の人たちなんですが、はい、まあ、当時はもう一つ有栖川の宮というのがあって、ね、有栖川さんっていらっしゃいましたね、はいはい、でそのこれのどっちかから後を継いでもらうということで大体もう話はできてました。そうやってこう工夫してこうやってきたんだけど、今それも、いやだからそれは旧宮家の復帰はダメだというからそういうことが出てて、その明治や幕末に考えたのと同じように考えれば別に構わないんじゃないかと、そこに落ち着きそうですね。で、まあ、だからあとはで、ただし私はそれでも、イギリスはね、王位継承権者が5000人いるんですよ。マジで名簿が全部あるんです、順位があるんです。5000人の順位あるんです。でだから、そう、5000人もいらないけどね、100人ぐらいの候補者いないとね、私は危ないと思いますよ。あ、そうですね。でもこれはなんて言ったらいいんでしょうね、日本国民がみんなでこの話し合ってもいいようなテーマだと思うんですね、大事にしているわけですから、うん、だから、はい、だからその辺をちゃんと話し合っておかないから、うん、小室さんと眞子さんの、でまた、もっともね、私はね、小室さんそんな悪く思ってるわけじゃないんですよ、うん、ふさわしくないと思ってるだけでね、だって別にね、世の中ね、玉のこし狙いの女性がいようがね、逆玉狙いのね、男がいようがね、それ悪いって言えないじゃないですか。だからそういう意味で言うとね、むしろ眞子さまにね、もうちょっとご自覚をっていう、むしろ私は小室君かわいそうと思ってます。なるほどね。まあね、よくある話だけれど、お立場もありますしね、気持ちはわかるけどそうはいかないお立場がありますしね、もう本当にお気の毒ですねという、ただ眞子さま、ちょっと、もうちょっとすみません、先生そんなこと言うけどね、団子を選んでるわけじゃないんだから、好きな人なんだ、しょうがないですよね。そうなんですよ。だから私はだからよくお考えになるけど、本当最後になったらね、まあ、そのちょっとこれまでと違って、その皇室に出入りはちょっと困りますということで、ね、で結婚されるのは最後はしょうがないと思ってます。うん、そうですね。その意味で応援団もいるんですよね。頑張るとね、まあ、ただね、その応援団はね、その小室さんを皇族にしようという応援団なんでね、それはやめてくれと。そっちの応援団、だからちょっとこれは違うぞという、結婚をするんなら、でちょっと縁を切ってもらうようなね、公的な縁はでなってもらわないとちょっと嫌だなという、そういうだけです。今日は本当に楽しゅうございました。歴史研究家でですね、はい、現在は徳島文理大学教授でいらっしゃいます八幡和夫教授においでいただきまして、石井光子の国会タックルは今日はもう盛りだくさんの皇室のお話を、皇室継承のお話をいただきましたけれども、先生ご本もね、はい、たくさん書かれて おりまして こういうご本なんですよね。ね、これはまあ、この日本の今日のテーマに合わせて、これは最強の日本史100という本 でこれはね、もう一つは日中韓攻防史というのは、いわば、いや、その日本と中国の関係、日本と韓国の関係というのはいろんな本があるんだけども、この三角関係というものの本がないんでね、それなら自分で書こうかと、まあ、言えば今度そのお話にしましょう、今度三時間本当にありがとうございました。では、はい、どうもまた来週、先生ありがとうございました。It's gonna be a good day.
のほうがどんな